民家やっていきたいと思います。カジュアル爆弾ボーイからですね。今回はどうしようかな。バルキリパルスバンディットではイエーガーをいやルークをしましょう。ルークはアーマーパック切れますからね。ダメージが減ったり、必ずダメになったりと。で、今回は盾を持っていきたいと思います。C4 だったりばっかりですね。まあ C4 がインパクトグレードに変わったり、 C4 持ちが少なくなったのでね、まあいいかとは思います。止まった。多分こっち側ですね。敵がやられましたね。敵部隊が爆弾を発見。どうすべきか分かってるな。いやー、きついっすね、あれは。範囲はですね、今見てるところを止めたところですかね。ここですね、今向いてるところ。ではこれも余り物っていうか、まあ必要そうなやつを選びましょう。ブラックビアード、テルミット、
ッシュを使っていきましょう。ドローンを使って爆弾を探せ。上下階か。上下階っぽいですね。え、どこだ。あ、2階か。失礼しました、2階ですね。取り戻した。ドローンを置け。作業入れてるんでね。作業フリー。ラペリング N。 爆弾解除を開始した。ディフューザーを守れ。敵オペレーターはあと一人だ。ナイス。敵部隊排除、ミッション完了だ。今スムーズに行きましたね。またルークで行きましょう。
爆弾を守れ。カメラ準備をし、守りを強化する。気をつけろ、爆弾が見つかった。爆弾を発見。攻撃に備えろ。カメラフィード。爆弾が敵部隊に発見された。お迎えの用意はできてる。有刺鉄線を設置。うわあ、そっちか。ミッション失敗。味方が制圧された。爆弾を見つけろ。地下かな。上か。ドローンが爆弾を発見した。上ですね。
今のは音で分かったんで、すぐ向くことができましたね。おお、びっくりした。スカット、ナイス。今いい感じに攻めれましたね。ナイスショットガン。またアッシュでいきたいと思います。やっぱりこのゲームは音大事ですよね。一人は何を使うか。爆弾を見つけろ。地下じゃないですね。上下階でもないんで。ドローンが爆弾を発見。カプカンの下に行きましたね。突入10秒前。カプカンルーク。で、突入まで5秒。スモークが上に上がりましたね。A ポイントはカラーですね。何としても守れ。
ケー、ナイス。勝ちましたね。ということで今日はアッシュとルーク、ルークは特に何もしてないですが、アッシュでいい立ち回りができたかなと思います。では皆さん、この攻め方どうでしょうか。参考にしてみてください。